ヨーブラザー白瀬ゴールデンシーズもご視聴ありがとうございます。今日はね、どうですかこのラインナップ。狼の末路、天空、あとは新しい体験の氷雪層、天空の体験ですね。天空の体験精錬2まで上げてますからね。で、あとは白英の剣、これが3まで上げてます。で、旧貴族も4まで上げて、で、アメサイね、で、サイレ、まあここら辺は使わないけど、だいたい80で合わせたこの4つと、まあここら辺ちょっと体験マニアのね、白瀬レザー、しかもね、あの初期からずっとレザー戦でレザーの動画いっぱい出して、このレザー戦の白瀬がですね、これだけの量の体験を数値じゃなくて実際にぶったたいていくっていうね、あのことをやっていきたいと思います。はい、でまずはね、あのいつも僕の使ってる末路、これでぶったたいてみましょうか。で、ぶったたき方のルールなんですけど、装来とかもう全く使わないで殴ってこれを倒すみたいな。さあ行こう、ダメージね、倒しちゃダメか、ちょっと雷入っちゃうんですけど、だいたいこんな感じ。ダメージが1段目で測ろうか、4600。次は天空の体験のレベル72とかが、こんな感じや。天空体験の72、お、結構強いぞこれ多分。あ、3000、あ、3000、はい。で、今の星5なんで、まあ末路、しかも精錬さんの末路だし、まあ、天空も一応星5なんで、まあ、この2つはちょっと除外していきましょうか。じゃあまず、あの新しい武器ですね。新しい武器の体験、これね、レザーにすげえ合いそうな感じしたの。物理ダメージバフだし、でこっちの方でちょっとやってみましょうか。これがレベル80で、突破をしてない状態、他のやつも突破してない状態で合わせてあります。白英もそうだし、旧貴族もそうだし、なのでまずはこのこちらの氷のやつから、氷体験いってみましょう。背後取ってみようか、飯食って。トゥッ、おお、3700会心で入ってますね。なかなかいい、なかなかいいじゃないですか、レベル80で。しかもなんか追加ダメージ入るもんね、これ。パン。おお、5000。4段目5000。なんかわけわかんない、なんか追加攻撃が578入りましたね。さあ次は機体の気候体験ですね。期待できる。まあこっちの方が会心入ってるんで、まあ立て続けに会心が入る可能性があるっていうのと、まあ与えるダメージがねプラスされますんで、さっきの物理ダメージだとスキルに影響しなかったりするんで、まあこれは全部に影響するというところで、まあそこら辺も加味しながらやっていきましょう。精錬ランク2なんで、結構あの強めの状態にはなってます。飛行体験はね、一応課金武器で、しかも40日に1回しかね重ねらんないんで、でルールとしてはちゃんと50にしてマックスの状態で当てていきますマックスの状態で50で当てていく、一番効力のある状態で当てていきます。さあ1段目いくつか、あー40になっちゃった50になったら殴ります。50、3565、
3565ですね。4段目は4段目入らない。ここぞというとこに決められない。さあ次ですね、次は期待、ちょっと期待してる精錬ランクさんの悪影の剣。これも、まあ、条件としては40ね、マックスの状態でどれぐらい火力が出るのか、ちゃんと4発殴った状態のやつから初段の威力、初段の威力の会心ね。まあ、会心系のやつが乗ってる武器は会心率が高いから、まあ、DPS は上がるっていうのを一応加味しながら、どっちが強いとかじゃなくてどんな感じなのかな、威力で。まずこれで銃をね40に重ねていきます。これで40だね。さあ、お、強そう。3400、あー66。なるほどね、5100。まあ白衣の場合は例えばこうもらっても大丈夫だから、殴り続けてさえいれば敵のダメージをもらってもまあ大丈夫だから、例えばベネットでバフかけてもこう燃えながらとかでも全然あのバフが乗り続けるというような感じなんで、まあ、使い勝手はいいかな。防御力も上がるからね。さあでは旧貴族の体験ですね。これ結構僕の一押しなんですけど、まあ、基礎攻撃力値の差はね、まあ、この新しい氷武器と同じかで、旧貴族はこの白衛とこの気候体験より50、レベル80の時点で50以上変わってくると、50以下ぐらいか、いかないぐらい。ただこれレベル90とかになるともっと差が出てくるのかな。まあこれレベルが上がれば上がるほど差が出てくるっていうのが攻撃力の低いのとあの高いやつの差ですね。でこれがどれぐらいの差なのかっていうのをちょっと見ていくと、今旧貴族つけてる状態だと攻撃力が2262、ただ1ランク低い白衛とか飛行体験を装備すると1973になって、まあ、250とかに近いぐらい下がって差が出てくると。まあここが多分ねダメージアップの方とプラマイでどうなるのか、ね、飛行体験の50のダメージアップと比べてどう影響してくるのか、ここの攻撃力の差で。旧貴族はパーセンテージ攻撃力アップもあるから結構差がね250以上広がってきたんだと思います。これが多分武器が90レベル以上になると300以上の差になってくるのかな、多分。お、3533。ほとんど火力に差は出ないね。精錬ランク高い状態の、うん、精錬ランク2の気候体験とレベル80の時点であんまり差がないと。で5200。おお、これで会心率が毎回十何パーセントとか上がってくるんだったら、やっぱ旧貴族万能だね。このダメージを食らっても OK だしみたいな。なるほど、なるほど、安定ある会心率を叩き出してなおかつダメージを食らっても火ダメも上がってないね。あとやっぱり旧貴族がねこの中で言うと一番うん、使いやすいのかな。ダメージ、非ダメージも上がらなければダメージ食らった時のこの与えるダメージのレート下がってかないと。使いやすさの順番で言えばやっぱ旧貴族が一番。白衛の、うん、こっちもね防御力が上がるんでかなり使いやすいですね、うん、これも
精錬ランクもっと上がれば威力も上がるしね、これもあり。まあこっちもありだけど、まあリスクね、3500ダメージ出ていたけど、まあこれがまあ50の状態での計測なんで、50じゃなければ500ぐらい下がって、まあ、3000ぐらいのダメージになっていたっていう感じですね。まあそのリスクが他の武器はない。でやっぱこれ威力が高いかったですね。うん、ただなんだろう、やっぱり物理ダメージだけになるんで、普通の攻撃と、まあ、元素爆発時の狼の攻撃の方で乗ってくるというような感じですね。ただまあリスクがないっていうところと、あとはまあ追加ダメージが乗ってきます。だから超電動のその氷キャラとの組み合わせで非常に物理ダメージの伸びる感じなんで、多分これそういう、例えばナナであったりガイアであったり、そういうキャラと組み合わせると追加ダメージも多分一発殴る量が増えるぐらいの威力の差になってくるので、まあかなり誰でも持ってるし、単造武器なんで、まあ一応無課金だというところで、まあレザー持ってて、ちょっとここら辺吸気族も無理だな、気候体験重ねていこうかな、みたいな、迷っている方がいれば、全然こっちでいいよ、みたいな、状態なのかな。まあ、ちょっとお金のある人はスターで吸気族交換するのが一番ベスト。2番目だったら、まあこれ。で、時点としてこの2つかなと。まあ、殴り続けるか、殴られないようにするかっていうこの制約のついた2本、星4レザーに合う体験であれば、まあここら辺が入ってくるのかなと。1番吸気族、1番2番雪層、気候体験と白衣、3番みたいな感じですね。まあ、体験マニアの、まあ、数値じゃなくて実際にこう敵殴ってみてどうかみたいな感じの報告でした。よければ参考にしてください。はい、ということでね、こんな感じで動画検証いっぱいしていきます。まだまだね、動画のネタいっぱいで出していきますんで、ぜひ、チャンネル登録と高評価の方お願いします。あと、僕はライブをよくやってて、そこで皆さんの質問を受けながら、受け答えしながらやるっていうスタイルよくやってますんで、よければ生放送の方にね、お越しいただいて、いろいろ自分の現状とか話しながらね、やってくれたら、完全フルオーダーでね、コメント返していくと思いますんで、よければ、お越しください。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。